皆さんこんにちは、ドクター芹沢です。総進撃バトルの後半戦は予想通り大苦戦の連続でした。そんな激戦を振り返りながら、後半戦完走までに必要な要点をお話ししていきます。今回の更新で新しく追加された商品の目玉は、このトークンで星4確定地図が引けるものでしょう。ショップで交換できる金額と同じなので、上級者というよりこれから星4を集める方向けのパックですね。後半戦が進むにつれて星4ユニット祭りになっていきますので、こちらの星4も強化しておかないと完走はできませんからね。それから総進撃報酬でオブジェクトも追加されました。ゼットンは兵器扱いなのでスタジオモードで戦うことはできませんが、背景として設置すればまた違った遊び方ができるかもしれません。そして今回のスペシャルミッションは、ファイヤーアラド、デストロイヤー妖体、ゴジラアース、ネロンガに大ダコくんもいますね。ファイヤーアラドンは一回やられてから出陣しなければならないので、後半のステージで達成しやすいでしょう。大ダコくんの攻撃力は弱いので、うまいことカマキラスやメーサー、スペゴジの結晶体なんかをぶつけておきたいですね。もちろん出陣前のユニット強化も怠りません。ビビたるステータス増加でも戦場で生き残れる可能性が上がります。レベル20を超えると大量に強化用トークンが必要になるので、毎日コツコツと貯めていくことをおすすめします。総進撃バトルの報酬でトークン交換もできますから、戦力強化が課題な人はどんどん交換して強化していきましょうね。ウルトラマンリーダーもレベル5になったところで後半戦スタートです。後半戦が始まっていきなりゼットンが出てきます。それだけならまだいいですが、後方からメーサーや施設系基地、ステージ中盤から星4ユニットとゼットンに近づけさせないように敵が現れます。かっこ撃破していっても特に問題はありませんが、ゼットンの経過時間がその分多くなってしまいますので、攻略には少し手こずります。モスラレオやモゲラ、キリュウがいればいきなり左サイドから突撃させて、そのままゼットンを倒してしまってもいいでしょう。ゼットンは時間が経てば経つほど爆発の威力も上がり、こちらの主力がまとまって吹っ飛ばされてしまうからです。攻撃を受ける覚悟で突撃を仕掛けるならば、開幕左サイドから攻めましょう。後半戦は激戦区とは言っても、序盤ならまだレベル差で圧倒することもあります。ウェーブ57では鎌田くんがシーサーの突撃をもろに食らってしまいましたが、特に大きなダメージを食うこともありませんでした。芹沢家の鎌田くんはレベル7、ランクマッチでは絶対に避けるべきシーサーの突撃も後半戦の序盤ならば受け止めることができます。ただし敵リーダーの体力は圧倒的に多くなってますので、主力級1体で敵を落とすことは基本的にできないと思っていた方がいいでしょう。少しずつでもダメージを与えていくか、チャンスで一気にリーダーを取り囲んでの殲滅を目指しましょう。後半戦で撃破数を稼ぐのに一番優しいブロックはこのウェーブ61から63のブロックです。ご覧の通りメーサー戦車が次々に出てきます。構成的には前シーズンと変わりませんが、東京ステージにつき左右に分散されて迫ってきますので、どちらか一方に戦力を配置してゆっくり進撃しつつ、ウルトラマンリーダーでもう一方のメーサーを倒していけば簡単に撃破数を上げていけるでしょう。ヘリも飛んできますから、配置する戦力には対空攻撃力を持ったユニットの方がおすすめです。左右のメーサー基地から全部メーサー戦車を吐き出させれば、このステージの撃破数は最大値となります。ウェーブ62ではヘリの群れが迫ってきます。ヘドラやモスラがいればほぼ問題ありませんが、開幕すぐに展開してはいけません。時間が経つと右サイドにスーパー X2 機が出てきますから、それまでは主力を展開させない方がいいでしょう。ミサイルやモゲラを手札に温存しておき、スーパー X に直接ぶつけることができれば、このステージの攻略はもっと楽になります。
ウェーブ63では重量級コンビに注意です。スペゴジギドラのコンビネーションはランクマッチでも脅威ですが、このステージでは当たり前のように同時出ししてきます。まともに受ければ大ダメージ必至ですが、逆にファイヤーラドンのスペシャルミッションは達成しやすいと言えるでしょう。スペゴジの結晶体も合わせて撃破していけば、このステージだけでファイヤーラドンで10体撃破が可能です。そのためにはファイヤーラドンが敵の同時攻撃にさらされない工夫が必要になりますが、ウルトラマンリーダーなら必殺技で敵を弾き返すことができますので、現有戦力だけで格好撃破が可能になります。スペゴジギドラのコンビを突破し、結晶体も全部破壊していけば、この3連戦での撃破数は90を超えてきます。もしもスペゴジギドラのコンビが苦しいという方は、次のウェーブ64から66のステージがおすすめです。このブロックではブレ系を中心にスペゴジが単体で出てきますから、結晶体での撃破数も稼ぎやすいのです。特にウェーブ66ではゼットンをリーダー前面に出して、じっと敵を待つ戦い方がうまく刺さります。このブロックでの最大値はまだ測定できていませんが、順当に格好撃破していくだけで80後半から90の撃破数を稼ぐことができますので、ウェーブ63でのスペゴジギドラ構成を相手にするよりは、このブロックの方が難易度的には優しくなります。ウェーブ69は前半戦のウェーブ40と基本的に同じ構成です。ヘリ変態やラド、モスラバトラメガギラスの主力3体、ゴズメのギドラといった構成が2周します。しかし後半戦になった分、敵の攻撃力も上がっているので、集中攻撃を食らってしまうとあっという間にやられてしまいます。このステージで撃破数を稼ぐくらいなら、前述のブロックで稼いだ方が効率がいいので、あえて構成を2周させなくてもいいでしょう。ただ2周目の構成は前回とちょっと変わってきます。今まではキングギドラとデスギドラのコンビがラストでしたが、今回はデスギドラとファイヤーラドンが最後の砦になっています。なかなかこんな戦況にはならないでしょうが、左右にゴジラアースとウルティマを配置しておけば、何の問題もなく弾き返すことが可能です。ウェーブ70からは4連戦と5連戦になります。ウェーブ70から73までの4連戦は後半戦で最大の撃破数が稼げるステージです。今シーズンはニューヨークが戦場なので、ウルトラマンリーダーの攻撃が最大級に活かせます。序盤の敵怪獣ユニットは右サイドに展開されますので、迎撃用のユニットを右サイドに配置し、迫ってくるメーサーの群れはウルトラマンリーダーに任せてしまってもいいでしょう。ただし大戦力で左右を進撃してはいけません。このステージではメーサー基地だけではなく、デストロイヤー妖体などの群れ系ユニットも出てくるので、こちらの進撃は極力抑えて迎撃しないと撃破数の最大値を稼ぐことはできません。カマキラスの配置でさえ注意が必要です。左右から上がっていったカマキラスはメーサーのスタンを受けることなく敵陣に乗り込むので、まだ戦車が出てくる余力のあるメーサー基地を破壊してしまうことがあります。カマキラスを金文字にしている方は特に注意する必要があるでしょう。あえて強いユニットを中央に配置して、敵のメーサースタンで縛られている間にウルトラマンリーダーで攻撃するとか、リーダー後方にスーパー X を配置して釘付けにしながら少しずつ削っていくという戦法がおすすめです。至近距離にビオランテも出現するので、ゼットンを配置しておいてもいいでしょう。その際はリーダーの隣か後方に設置しておきましょう。ゼットンはスタン効果を食らうので、メーサーの群れを相手にすると攻撃も途切れ、照準もブレてしまうからです。2回目のバニゴジと右寄りのメーサー基地から全部戦車を吐き出させれば、このステージの撃破数は最大値になります。続くウェーブ71ではネロンガが活躍しました。
レベル20超えのネロンガがいれば序盤の敵を全て倒すことができるので、スペシャルミッション達成がしやすくなります。このステージで注意するのはモスラレオの突撃です。ゼットンがいればうまく受け止めつつ迎撃もできますが、それだけではモスラレオを倒しきれないことがあります。敵の突撃をさばいて撃破すればカウンターチャンスが生まれますが、ここで速攻を仕掛けてしまうと撃破数の最大値を叩き出すことはできません。もう少し時間が経つとミニラとスーパー X、 そしてヘリ基地も出てきますので、追加で15くらいの撃破数を上乗せできるからです。モスラレオの突撃には2回目があるので、この点も注意です。ウェーブ72では左サイドの防御が要になります。ステージ開始後40秒が経った頃に出てくるテレストリス、メガギラス、モスラレオの3体がこのステージの主力なので、序盤から左サイドを防衛するための布石を打っておきましょう。メーサー基地を左サイドに展開させつつ、ショゴジやバニゴジなど一撃のあるユニットを会場に配置すれば防御陣としてはバッチリです。ゴジラアースでもいいですが、1体だけでは敵の構成をさばききれないので、やはり補助となるユニットは一緒に歩かせておきたいところです。ウェーブ73でも突撃構成は封印して迎撃に専念しましょう。左サイド寄りにシーサーやラドンが迫ってきますから、開幕ゴジラアースで防いでもいいのですが、このステージで一番活躍できるのはジェットジャガー PP です。このステージではメーサースタンの効果をバックに至近距離からシーサーが出現してくるので、攻撃速度の速い範囲攻撃を持つジェットジャガー PP が迎撃役に適任だからです。メーサーと他の怪獣ユニットを超えた先に出てくるのもデストロイヤー妖体とカマキラスの群れなので、ジェットジャガー PP が進撃していくだけで順当に撃破数を稼ぐことができます。2回目のデストロイヤー妖体の出現とバニゴジを撃破すればこのステージの撃破数は最大値です。このブロックでうまく撃破数を稼げればチケット1枚で150体以上の撃破数となります。基本的な構成は過去の JJ 無双の動画と変わりありませんが、ややマイナーチェンジしている箇所もありますから、撃破数稼ぎの最新動画を作り直してみてもいいかもしれませんね。ウェーブ74から78のブロックは5連戦。今シーズンからウェーブ76では群れ系が大量に出てくるので、撃破数ももちろん稼ぐことができるのですが、最大値で言えばウェーブ70からのブロックの方がやはり大きいです。このブロックで稼ぐことができる撃破数は120前後ですので、撃破数稼ぎに焦点を絞って考えれば、やはり直前の4連戦の方が効率的です。ただウェーブ70での戦力調整が難しいという方は、この5連戦の群れ系を全て倒してしまった方が簡単なので、逆にこのブロックを撃破数稼ぎに使用しても問題はないでしょう。ただしウェーブ78だけは要注意です。このステージでは散発的にラドンが飛んでくるので油断してしまいがちですが、左サイド後方のウルティマ出現を皮切りにモスラ星柱が5体連続で登場します。このモスラの絨毯爆撃を完全に防ぎきることは不可能に近いので、このステージではウルティマが出現する前に決着をつけてしまった方がいいでしょう。その前のステージまでで撃破数は十分に稼いでいますから、ウェーブ78では突撃速攻を解禁して生き残ることを最優先として戦っていきましょう。さあ後半戦はここからが本番です。毎度おなじみのシーサー3連戦ステージはやや構成が変わっています。マークライトファープとゼットンであらゆる突撃構成を防御しつつメフィラスが迫ってきます。このメフィラスを放っておくと中央からの外眼シーサー構成を防ぎきることが困難になります。うまくシーサー3連星を防ぎ左右のスーパー X を落としたとしても、3連続外眼の構成を退ける戦力を確保しておかないと
このステージをクリアすることはできません。特に今シーズンではゼットンが敵結晶体の頭上にいますので、前線を防いでいるうちにモゲラ気流で奇襲するという方法は使えません。リーダー体力も低い状態ではより防御に特化した戦力配置をする必要があります。コンティニューして再挑戦。今回はゴジラが来てくれたので左サイドの壁要員に活躍してもらいます。メフィラス、シーサー、スーパー X の攻撃を受けてもなお敵を撃破しながら進撃していくゴジラの姿はやっぱり頼りになりますね。そうして左サイドを抑えつつシーサー3連星の防御に使うのはカマキラスの群れです。後方にスーパー X を配置しておけばシーサーの突撃を無力化しながら順番に撃破していくことができます。シーサーの突撃を退けることができたら左右のスーパー X、 そして中央から流れるガイガンの迎撃体制を整えましょう。スーパー X 単体の攻撃だけだったらある程度リーダー体力で受けることができるので、その間に敵ユニットを撃破していきましょう。シーサー、ガイガン、スーパー X3 体の構成を全て撃破できたらあとはゼットンだけです。他のユニットはもう出てきませんので安心して全戦力を投入していきましょう。スーパー X を落とす際にたびたび使われる在来線爆弾ですが、送信劇バトル後半戦では単体で使うのはおすすめしません。なぜならこのようにレベル26の在来線爆弾一発ではスーパー X を落とすことができず、戦況が変わらないのでコスト的にこちらが不利になってしまうだけという状況になりかねません。金文字在来線爆弾なら一発撃破は可能かもしれませんが、ウェーブ80以降ではダメ押しの一撃以外では使わない方が吉でしょう。いよいよラスト5連戦です。このブロックの構成は前シーズンとは変わりありませんが、リーダー体力が低いので余計な体力消費は避けたいところです。今までは群れ系ユニットに対して有利に働いてきたウルトラマンリーダーの攻撃ですが、このブロックになると一撃で群れ系を倒すことができません。その分囲まれやすくなってしまうので、よりリーダー防御や敵の攻撃そらしが重要になってきます。うまく防ぐことができなければ単純な数の暴力に押し負けて沈んでしまうことになります。施設系ユニットを後方に配置しておけば時間が経つほど敵の迎撃が有利になります。ギドラやビオランテがいないときは施設系ユニットの配置も有効です。このステージで恒例の隠し要素となった金文字諸語字は今回も出てきますので、戦力に余裕のある方は時間をかけて攻略してみてはいかがでしょうか。ウェーブ88では右サイド速攻が基地なのですが、ファイナルウォーズガイガンを向かわせてはいけません。なぜなら中央に出てくる諸語字にロックオンしてしまい敵陣奇襲が成功しないからです。初手で敵陣奇襲が成功しないとなし崩し的に敵の主力とぶつかることになるので、左サイドの戦力を見極めつつ全力で防衛体制を取りましょう。相手の戦力も固まって進撃してきますから、散発的に戦力を投入していたのでは意味をなしません。こちらのアドバンテージを確保しつつ敵戦力を削っていくユニット配置を行いましょう。送信劇バトルで一番難易度が高いであろうステージがこのウェーブ89です。オスラバトラのコンビに泣かされたユーザーさんは数知れないでしょうね。レベル5のリーダー体力でモスラバトラの攻撃を受けたらひとたまりもないので、最初の手札でこのステージの攻略が決まると言っても過言ではありません。開幕気流やゴジラアースなど攻略のための戦術はいくつかありますが、どちらも手札に引けなければ即敗北です。何度目かのゲームオーバーの末、ようやくゴジラアースを引くことができました。モスラバトラを同時に捕らえるため引きつけてから攻撃します。スペシウム光線で2体同時に弾き飛ばすことができれば、
敵バトラーの攻撃力バフが途中で切れるので、同時攻撃を受けたとしても生き残れる可能性が上がります。左サイドに固まった戦力を落とすにはデスギドラが有効です。敵の前線を攻撃しつつ、後方にも貫通ダメージを与えるので、スーパー X2 体はデスギドラだけで一網打尽にできます。芹沢家のデスギドラ君はバトル前に強化したのでレベル12、それでもウェーブ89のメカギドラには力負けしてしまうので、次の一手は常に考えておかなければいけません。序盤の大攻勢を退け、右サイドのモスラレオの奇襲を防ぐことができても安心はできません。このステージの大鳥はゴジラアースです。この場面で最も頼りになるのはやはりゴジラ1989でしょう。高い耐久力と重い一撃で一気にゴジラアースの体力を刈り取ることができます。ゴジラがいなければアースの射角をずらしつつ複数体で囲んで撃破していきましょう。だいぶ瀕死状態で挑むことになった最終戦のウェーブ90ですが、意外としぶとく戦うことができました。敵の射角をうまくずらしつつ引きつけて攻撃することでレベル差を補う戦い方ができたからです。メカギドラの攻撃直前で死角に召喚したバニゴジしかり、ウルティマの攻撃直前での射角そらしもしかり、ヘドラやジェットジャガー、メガギラスの攻勢を受けてもまだリーダー攻撃を受け付けていません。眼前に迫ったゴジラアースもこちらのゴジラ1989が引きつけることができました。手札の妙にだいぶ助けられてますが、さすがに抵抗はここまででした。最後のコンティニューで挑んだ戦いでは最初から勝ち筋が見えました。デスギドラとミニラ、そして冷凍ゾンデが見えたからです。最初にエネルギー補給基地を展開してコストを確保しつつ、ミニラとデスギドラを右サイドに展開していきます。右サイドのカマキラスの群れを倒し、さらに中央のモスラとショゴジを同時に攻めます。バニゴジとも攻撃できたので、かなり理想的な形で序盤を迎撃できました。そしてバトラのバフを受けて出てくるメカギドラに対してはミニラゾンデの完全凍結コンボを見舞います。射角に相手のバトラ幼虫も入っているのでまとめて攻撃します。この次にスーパー X2 機が出てくるのは読んでいたので、逆サイドから飛ばした B2 爆撃機をおとりにしつつ、生き残ったデスギドラで敵のスーパー X も落とします。しかしながらデスギドラ君の活躍もここまで。作戦は第2段階です。耐久力の高いアンギラスを中央から向かわせます。右サイドのメカゴジラを引きつけて、カマキラスの群れとリーダーと共に取り囲んで倒したら、そのまま相手のウルティマ迎撃に向かいます。逆サイドでは最終形態に進化したシンゴジラが相手の気流を抑えています。そうして樹木を引きつけている間に右サイドを突破したシーサーの突撃が決まりました。エスパーコーラスがあればここで決まったかもしれませんが、作戦は第3段階へ移行します。突破してきた気流をマーカライトファープで落とし、さらに車線上にあるヘドラを迎撃するために大ダコとビオランテで挟み撃ち、これだけではゴジラアースを止められないので手札シャッフルを使うと、とどめの気流が手元に来てくれました。もし仮に気流がいなかったとしても、相手のメガギラスやジェットジャガーをマーカライトファープで焼きつつ、テレストリスを展開することでリーダーを守ることは可能でした。気がつけばノーダメージで最終戦をクリア。鉄板と言われる戦術を取れなくても、ユニットの組み合わせ次第ではこのようにかなり有利な戦況で勝利することができます。金文字ユニットなし、リーダーレベルも5以下の状態で戦い抜ける戦術をこれからの送信劇バトルでも証明していきたいと思います。この戦いが少しでも皆さんの参考になれば幸いです。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。